二酸化炭素などの温室効果ガスを排出しないクリーンエネルギーとして国が推進する風力発電、その建設計画をめぐって今ある問題が起きています。会津若松市の東に位置する瀬破山には8基の風車が稼働しています。周辺には今後新たな風車が建設される計画です。会津若松市の瀬破山周辺では2015年から8基の風車が稼働しています。この場所は強い西風が吹くため風力発電に適した場所で、今後さらに60基ほどの風車を整備する計画があります。ただこの計画に市民からは、この東山の地区は、全国でも稀なあのクマタカの生息地だと、山は人間だけのものじゃないと。会津若松市の写真家加納雄心さんです。こちらは加納さんが撮影した絶滅危惧種のクマタカ。瀬破山などの周辺ではクマタカのつがいが複数確認されているといいます。またこの地区では国の天然記念物にも指定されているイヌワシも確認されるなど、希少な鳥類が多く生息しています。仮に風車が乱立すれば、クマタカやイヌワシが風車に衝突したり、自然環境が大きく変化したりしてしまうのではと加納さんたちは心配しています。風力発電は環境にいいよなとかっていうくらいしか思ってなかったんですが、その周りに住んでいる動物のことを考えると、やっぱりもうちょっと本気で考えなくちゃいけない。福島の中でも日本の中でもこれだけ自然の豊かな東山にあるんだと、何とかこの自然は守れないかなと。そこで加納さんは先月、会津若松市にクマタカやイヌワシの撮影記録を提出し、生息環境の保全を求めました。これに対し市は、生態系についてやはり十分我々としても注視していくべきだと思いますので、まあ、そういうことを逆に、そのこれから事業を行う事業者さんに十分配慮するようにという申し入れをしたところであります。風力発電をめぐっては、おととし昭和村などで計画されていた事業が住民らの反対で中止しています。全国各地で撤回や見直しが相次ぐ中、再生可能エネルギーの促進と自然環境の保全をどう両立していくか、難しい課題です。